こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのは魔断戦記龍剣道よりデラックス激龍剣です。それでは見ていきましょう。ということで来ました。いや、龍剣道はめちゃくちゃ好きなんですよ。見ていきましょう。でこれね、発売されてるのが宝になります。宝トミーになる前ですね、うん、はい。で、激龍変身発動チェンジ、龍剣道、魔断キーで4つのモードに変身せよってことで、この魔断キーが4つとこの激龍剣が入ってる感じですね。はい。それでは見ていきましょう。箱、横がね、こういう感じになってます。ちょっとね、色褪せてるんですけど、こういう感じですね。そして裏、こういう感じになってます。うん。ね、4つのモードに変身できるってことで、龍剣道、ファイヤー龍剣道、アクア龍剣道、サンダー龍剣道ですね。はい。で、こっちには他のね、はい、シリーズのおもちゃがいろいろ載っております。はい。そしてね、はい、ここに龍剣道の説明がね、書いてます。ちょっと龍剣道わかんないよって方のためにちょっと簡単に説明すると、主人公鳴上賢治、これですね、が意志を持つ剣、激龍剣、うん、この剣ですね、で変身したヒーロー、それが龍剣道だってことで、うん、はい、早速開けていきましょう。はい、はい。で、このこれが激龍剣ですね。そして魔断キーが4つ入っておりますよと。そしてあと説明書と、このカタログも入ってます。で、説明書はこういう感じですね。うん。はい。で、このカード5枚ね、なかったです、自分のは。はい。こういう感じになってます。はい。ね、説明書は裏表でこういう感じで、これがカタログになってます。ショット、情報手帳。ショットっていうね、組織に所属してるんですよね。はい、こういう感じですね。うん。激龍剣。はい。こういう感じですね。2006年。ねえ。すごい、14年前ですね。2006年って。すごいな。もう時代のね、流れ。ね。感じるよね。はい、あ、すごい。この龍剣道のちょっと、ストーリーのあれが書いてますね。超古代の魔物軍団、ジャマンガが現れた。大魔王グレン・ゴーストを、グレン・ゴーストを復活させるため人々を恐怖に陥れる。しかしそこに現れたスーパーヒーロー、鍵で様々な力を発揮する魔法戦士、彼らの名は龍剣道、そして龍眼王ですね。はい、この2人がこの敵と戦います。月食仮面ジャークムーンと魔物博士ドクターウォームね、ジャマンガっていうんですよね、敵が。はい。で、こういう感じになってます。はい、こういう感じですね。はい。それでは早速おもちゃ見ていきましょう。こちらね、入ってる状態こうなんですけど、ここ畳みます。はい。この激龍剣とこの魔断キーが4つ入っています。で、魔断キーなんですけど、この状態にしておきます。こうやってね、鍵の部分を収納できるので、はい、収納しておきましょう。はい。それでは早速この激龍剣から見ていきたいと思います。見ていきましょう。激龍剣の見た目はこのような感じになっております。どうでしょうか。めちゃくちゃかっこよくない？この色といいさ、デザインといい、もうここにドラゴンバーンですからね。うん。で、劇中だとね、もっとこう、刀身が長くてね、めっちゃかっこいいんですよ、こういう感じで。うん。で、裏。こういう感じになってます。ここからね、サウンドが鳴る感じですね。うん。そして、ここ、電池ボックスが、ここと、ここのサイドにあって、ここに単三電池が2つ。こっちにも2つの、計4つですね、使います。はい。で、ここが電源ボタンになってて、上にやるとオンになります。で、オンにすると別にサウンド鳴るとかじゃなくて、ここがね、光ります。はい。このオンにするとほら、こういう感じで光りましたよね。はい。これでオンになります。
で、このギミックなんですけど、サウンドなんですけど、ここですね。このボタンを押すと、やばい。ほら。いや、もう最高だ、これ。この、もう激流拳の声聞けるっていう、これがもう最高なんですよ。頑張れ。ちなみに声優がね、野島健二さんです。うん。この声、聞きたさだけにちょっとこの激流拳買ったっていうのもありますよね。行くぞ。行くぞ。頑張れ。行くぞ。戦うんだ。戦うんだ。行くぞ。頑張れ。戦うんだ。の3つですね。めっちゃかっこいい、この声。行くぞ。頑張れ。いや、こう、めちゃくちゃかっこよくない？ね。この、なんだ、機械みたいな声。グリッドマンとかもそうじゃん。そういう声めっちゃかっこいいよね。うん。はい。で、まあ、もう一つ、まあ、ギミックあるとすればこれかな。ここを、下げる。っていうね、はい、となんか音が鳴ります。で、これ上げるときはここのねボタンを押しながらロック解除して上げると、うん。で、ここにねこのマダンキーをここに刺したときはまた違うギミックになるんですよ、この下げる遊びがね。っていうのがねすごいんですよ。ってことで早速それやっていきましょう。これですね、マダンキーの、ここがね、スイッチになってるので押すと、ほら。もう一回いきますよ。ヒュって出てくるんですよ、これ。で、ここがね、合金になってるんですよね。で、プラススプリングで、もう押した瞬間も、ヒュってこの遠心力によってもう重みが、ダイレクトにこの指に、ボーンってこう伝わってくる。めちゃくちゃ気持ちいいですね、これ。最高。はい。もう何回でもね、やりたくなるんですよ、これ。はい。そしてこれをね、ここにしっかりと鍵穴があるので、ここにセットするんですけど、見てください、これ。なんかね、こっち側に、デコっていう、こう、なんか、突起があるじゃないですか。うん、この突起の部分を、こっち右側にして、こうやって、はめます。こっち側だとね、入んないんですよ、これ。こうやってね。うん。なので、こっち側にして、はめます。よっ。入れたら回す。回したらね、カチッってなるんですよ。そしてこれを引く。見ててください。いきますよ。めっちゃかっこいいから。そしたらこの銀色の部分を押す。やばくないこれ。めちゃくちゃかっこよくないこれ。ビビるんだけど、ちょっと一つずつちょっと言っていこうか、かっこいいポイントを。いや、まずさ、まずこのドラゴンがこの鍵をガッてこう加えるっていうね、加えて、これ一つ目ね。二つ目、ここの横の羽バッて開く。そして最後、激流拳が喋る。チェンジ流拳道。うん、もう一回いきますよ。最高すぎる。マジで最高すぎる。いや、で、ここのね、LED がパン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 ってこう光るっていうね。かっこよすぎませんか、マジで。で、こうなった時のギミックもあって、この後ろですね、を押すとまた音が変わってるんですよ。ほら。っていう攻撃サウンドが鳴って、ここがね、光るっていう。最高ですね。で、これ戻す時はまたここ押して、上に上げる。はい。で、回して、外すと。で、これも、こうやってね、畳む。っていう感じになっております。いや、最高すぎない。マジで。全部やっていきましょう。アクアキー。で、ここを、触れる。この色も変わるっていうね、ちゃんとそのキーに合わせて。はい。最高だなぁ。いや、これのね、最初ね、アニメで出た時もね、すごかったんだよね。
あの鳴上賢治がねもう一人でもう生身で敵にさ向かってってさ、それを見た激流拳がさ、あこいつだみたいな感じで、いやいいね、激流拳が選ぶんですよ主人公のことをね。それでこうなんか俺を使って戦いみたいなこと言うんですけど激流拳が、でもすんげえ戸惑うんですよ主人公がね。でもういいってなって激流拳がね主人公の体をね乗っ取るんですよ。で激流拳がね変身して、変身させて龍拳道にね変身させて戦うっていう、あこれ忘れてた、っていうね、はい、こういう感じですね。最高だな本当に、はい、最高すぎるこれは。でね最後ね、あの必殺技がねあるんですけど、乗ってたかな、どっかに乗ってた気がするな、あった、ファイナルブレイクマダン斬りっていうね、はい、これがねこの激流拳の必殺技なんですけど、それやった後にね、なんだっけ、闇に抱かれて眠れたかってね決め台詞言うんですけどすごい中二ですよね、うん、はい、ということで、いやこれほんと最高だと思うんだけどこのおもちゃね、ほんとこれぜひね見つけた方も買った方がいいですよ、うん、龍拳道のおもちゃなかなか見ないからね、ほんとに買った方がいい。いきます最後、あたまにねこうやってね反応しない時あるんですけど、戻してやるとはいこうなりますね、はい、いや本当にもうこの激流拳の声聞けるってだけでめちゃくちゃこれは、ね、ポイント高いなと思います。まあ、なので気になった方ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか、うん、ってことで、はい、この動画ね良かったと思った方ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタールケルでした。